僕ちょっとね思ってるんです松本さん。何？いや、あの前回ちょろっと言いましたけど、あの私の地元の方にどうかなと思って。ほら前回がすごい都会の方だったじゃないですか。でちょっともう、俺全然いいと思うで。僕ちょっと田舎の方なんで、ね、全然いいと思うで。それで黒瀬の地元の方に汚いババア見て、汚いババアじゃない、何投げたらいいのババア。何にも投げないだし、小銭ぐらい投げていいの。あとダメよマジで。いやそれはダメですよ。べっちゃべちゃのもんなんかないの。熱くてべっちゃべちゃのもん。持つのも大変やろ。今日この展開になると思えんかった。